バニラエアが車椅子の男性に対して取った対応を厳しく批判した。男性は同行者に車椅子ごと持ち上げてもらって登場することを考えていたが、職員から規則違反と制止。自分の腕の力だけで17段のタラップを登った。番組では冒頭で6月に起こったこの問題を取り上げた。車椅子を利用する半身不随の男性が奄美空港から搭乗する際のことで、同行者に車椅子ごと担いでもらって上がろうとしたが、職員から規則違反と制止された。そのために男性は自分の腕の力だけで17段のタラップを登った。これについて航空会社への批判や男性へもクレーマーとの批判があったことを番組で紹介した。バニラエアは男性に謝罪し、奄美空港に階段昇降機を導入したことも合わせて紹介した。ヒロミは結局謝ってすぐにやりますってことになったけど、俺は最低だと思うと切り出し、空港の職員なのか航空会社なのか、規則でも腕で上がっていくのを見ていられないと人としての良心を問題に挙げた。 MC の東野浩二もタラップをねと同意した。ヒロミは手で上がっていくのを見てらんないじゃんと再度訴え、航空会社側が分かりました、規則ではダメだけど上げますから内緒にしてくださいねというルール違反をなぜできなかったのかを疑問し、たとえ会社側から怒られたとしてもこの人にとってはヒーローになれる、別に怒られてもいいんじゃないのか、それでクビにするわけでもないだろうし、なんでそこの規則を重視して手で上がっていくのをずっと見ていられたのかと繰り返し問いかけた。ヒロミ1965年2月13日は日本のお笑いタレント、司会者、ラジオパーソナリティ、俳優、実業家、トライアスロン競技者、トライアスリート、株式会社 BE カンパニー代表取締役社長、本名小園ヒロミ、東京都八王子市出身、プロダクション人力車を経て BE カンパニーに所属。マネジメント業務は田辺エージェンシーが担当した後、2008年からはプロダクションのタイトル。妻は歌手でタレントの松本伊代、長男はタレントの小園亮。元暴走族八王子スペクターに所属していたで、本人も自慢げに話すなど、それをよくネタにしている。1986年、デビッド伊藤、ミスターチンと共にコントグループ B21 スペシャルを結成し、1990年にゴールデンアロー賞芸能新人賞を受賞。1993年 CBC テレビの共演で知り合った松本伊代と結婚。2014年以降テレビバラエティに本格復帰。よく知りもしないで社会的弱者がいつでも正しいと思い込み一方的に批判するバカ。安いのは理由があるわけであってボランティアじゃねえよ。規則でダメなものを内緒にしてくださいねって、そんな航空会社絶対にダメだろ。俺も基本的にヒロミと同意見なんだけど、それだけに報道されてないやり取りが前段にあったんじゃないのかなとも思う。内緒でルール違反して事故ったらもっと大変な騒ぎになるからな。そうなったら賠償問題になるからね。しかもうまくいったとしても相手はその対応を公言してしまうので、係員の立場がなくなってしまう。規則より大切なものがあるとかいう人は現代社会に向いてないよ。高度成長直後のバブル前夜に戻った方がいいね。航空会社は規則の方が大事だ。規則を破れば大惨事になる。なぜしなかったかをなんで考えられないんだろうな。本当に規則のせいだけでしなかったと思い込んでるのか。いや、いやいや、話聞いてたらバニラやお金ないのにすごく頑張ってたんじゃん。むしろ褒めてあげなよ。こんなこと言われて割に合わないわ。この障害者が事前連絡が必要と知っているにもかかわらず事前連絡しなかった、それが全てでしょう。規則を守れないやつを飛行機に乗せられるかよ。規則を守らないやつなんだから飛行機中に何をしでかすかわからない。この件があろうとなかろうと高い料金出してもいいから、安全や空港内の利便性優先で格安には乗らない。結局格安って何かあった時の保証はねえからだもんな。この問題で一番面白いのは、どんな状況であれ自力で乗ったらセーフというアホルール。バニラは係員の同行もないし事前に連絡来たら搭乗断ってたんだよ。障害者を旅行させる場合、普通こっちもいろいろ考えるわ。エレベーターもない旅館に車椅子に来てどうにかしろと言ってるのと同じでしょ。
こういう対応を求めるなら、日本航空とか全日空で、それなりの料金払ってチケット買えよ。たくさんの人の命がかかってるのに決められた規則も守れないバカは乗せる必要なし。ヒロミは正しいだろ。規則は事故につながるもの以外にもあるだろ。後日、この男性がわざと事前に連絡しなかったことと、職員の制止を振り切ってやったことなど、バリアフリーを訴えるためのやり方としてはやりすぎで、わざと問題になるようにしてた件にも触れろよな。それこそ障害者は自分たちは優遇されて当たり前だと思ってるという偏見を生む。24時間テレビとかも廃止した方がいいよね。事前予約してくださいって言われてるのにしない方が悪いだろ。物事には段取り注文がある。予約してたら万全な体制で用意できたわけだし。じゃあ予約なしに10人くらい仮に車椅子の人が来たらどうする、対応するんか。バニラエアを選ばなければいけない理由でもあんの？穴使えばいいじゃん。割引もあるよ。本数もあるし、嫌がらせ以外の何者でもないよ。車椅子に乗ってる人は、単にお金のなかった障害者ではなく、問題にして金を稼ぐ活動家。それを知らずに擁護する奴は、全資産を障害者団体に寄付してから発言しろ。現在の科学力じゃ何でも実現できるわけじゃないし、実際クレーマーって存在するから、それに対して規則で対応せざるを得ない企業側の事情もある。これだけテレビ以外の情報本人発言があるのに、ヒロミの意見に賛同できるってプロ障害者の関係者か。イスタオス倒さないで離陸しないってくらい緊急時の安全対策にシビアなのに、歩けない人の奥に乗ってる人が緊急時に脱出できなかったら、ヒロミはどう責任取るのかね。車椅子の人が手を振りほどいて自分で上がってるんだが、どうせ穴とかJALに言わされてるんだろ。客を奪われてるからな。どっちが大変かって、そういう野郎の無茶ぶり要求を断る方が大変なんだよ。今回だけですよで見て見ぬふりするのなんて誰にでもできる。最近老人がエスカレーターを車椅子で登ろうとして転落して巻き添えで、後ろの人死んだじゃないか。ルールで人命は守れるんだぞ。つまり事前連絡なしでもどこでも行ける健常者と変わらない世の中にしろって要求してるんでしょ。そういう活動家なんだよ。格安だったら仕方ないんじゃないの。それ相応のサービスを受けたいのなら金はケチっちゃいけないと思います。数多くの悲惨な事故を教訓として、航空会社はたくさんの厳しいルールが設けられていることを、人命に関わる重要なルールなど存在しない芸能界にいる人間は想像できないのだろう。炎上パフォーマンスが目的の相手なんだから、職員が補助したからって丸く収まるはずないわな。同乗者が邪魔したり自分から落ちる可能性だってある。安全に登ることが目的じゃないんだから。陰キャさんたちはとりあえず何も考えずに法律や規則を守れば正義って考えだからな。校則とかも理由も考えずにとりあえず守ってたから陰キャになってるんだよね。めちゃくちゃ安いよなバニラや。函館旅行でお世話になったわ。クレーマーでも活動家でも歩けない人を手で階段を歩かせちゃったら問題になっちゃうでしょ。不測の事態に対応できなかった会社に責任がないなんて言えないんじゃないか。セルフサービスで安い店に行って自分は障害者だから全部お前らがやれと店員に言うのと同じくらい横暴な話。まともな社会経験がないんだろうな。職員が補助しようとしたら断られたわけで、職員に補助されたらパフォーマンスできなくなるから当然のこと。職員がおんぶしてやりゃよかったんだよ。だけど LCC ってコストやサービスをギリギリまで削減することで、やっと成り立ってるビジネスなんだろうから。なんで？実際どっちもアホやん。規則を破って車椅子を上げてあげることによって乗客乗員がさらされる危険とは何か。持ち込み禁止品とかテロ対策で禁止されているようなことならわかるが、今さら検討外れな綺麗事を並べるのが勇気あるって。火災なら動けない奴が死ぬだけで、乗客乗員が全員焼け死ぬなんてことにはならないだろ。テレビだけが真実じゃない。登場でタラップとか時代遅れというか可動式スロープ使わないなんてな。恩をあだで返す人がいるから世の中どんどん規制されてきて、こんなことにもなるんだろう。事前申請しないからだよ。申請すりゃ対応もできる。ブログにあげなければ線路に入ってもいいってことだね。ヒロミっておっさんも残念な頭してたんだな。昔の日本ならそれでよかったんだろうけど、今の日本は外国人も
わけのわからない文句をつける人間も増えてるからな。ルールを曲げることで、どんなリスクが生じるかを考えたら、マニュアルを守るしかないんだよ。ヒロミの経営するジムに、